さあ、行きましょう。ジャスミン茶とチョコマシュマロとマカダミアチョコを買いました。あれ？工事やってていけないってか。まさかの。あれ、まさかのいけないのこれ。ありゃ、これは参ったね。あ、いけるか。あ、いけないの？え、どうする？あ、いけるのね。行かせてください。いやん、行かせてください。下ネタなりそうだな。いや。とりあえず、まっすぐ。おっち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 。え、こんな混む？まあでもね、今の、あ、赤だよ、赤！赤！戻っておいで。戻っておいで。トラックから曲がれないから戻っておいで。うん。マカダミア、後で食おう。あと600メートルって書いてあるし。よいしょ。今日は、ファミリーマートのジャスミン茶好きなんだよね。あまりコンビニで買い物ってしないんでね。何がおすすめなのかさっぱりわからない。まあどうせ実家行ったらコンビニがないですけどね。1キロ圏内にコンビニなんてないですから。何なんだろう、1キロ圏内。なんか、スーパーがありの？スーパーはあるな。8時ぐらいで終わっちゃう、スーパー。どうなんだ。まあ一応チェーン店だね。個人スーパーじゃなくて。あと何なんだ。あ、もうねえや。まあ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 。車がなければ、生活できない場所ですよ。高齢者の人も斜め右手前、はい、ここ高齢者の人もみんな運転しますよ。この先通り抜けできませんって書いてありますよ。まあいいや。あ、なんか書いてある。あ、これだ。あ、ここだった。駐車場がないんですけど。あれ、駐車場は駐車場がないですね。左です。駐車場か。あ、駐車場あるかな。ちょっとワンちゃんもね、なんか結構広いんだね。目的地に近づきました。着いちゃった。案内を終了します。ちょっと待って、駐車場はよ。おい、おい、あ、これか、駐車場。これだね、駐車場ね。うわ、これ降り、わ、突っ込んだのはいいけど登れんのかな。まあいいや。じゃあなんかね、ちょっと最近ね、クイズが面白いっていうのでクイズをやりますか。マシュマロが面白いのかな。じゃあ問題です。私は今どこにいるのでしょうか。いなし何々跡でございます。4択です。1番高木、2番加藤、ラジオ開けた。3番屋敷、4番レオン。レオンな、太陽にもいたからな。はい、どうぞ。さあ、何番。誰、雷で焼けた後の木があるわ。ちょっとあれも見よう。
このクイズ面白い？プレさんだけじゃねえこれ面白いっつ。誰も面白いって言ってないよ。まあいいけどね。編集大変だけどね。よし、締め切りでーすよ。正解は3番の屋敷でした。わかるよね。わかるよね。はい。では準備して。すんごいなこれ。ぐるぐる回ることになるのかな。うちちょっと舐めてたわ。5分ぐらいで済むかなと思ったんだもん。じゃあちょっと行ってきますね。お散歩ついでにね、マカダミアチョコは持ってこっかな。はい。行ってきます。